ケンジチャンネルスタート。どうもケンジでございます。はい、今回こちらに来ております。三重県亀山市にございます道の駅関宿でございます。今回のカメラマンも竹でございます。よろしくお願いします。でこちらはね、江戸時代から続く東海道47番目の宿場町関宿の玄関口に位置する道の駅で、町並みに合わせた木造瓦葺きの外観が特徴的となっています。で売店には地元で採れた新鮮野菜や地元食材を使った特産品メーカーなどがずらりと並んでいます。でまたね、地元 B 級グルメの味噌焼きうどんや亀山ラーメンなど地元名物を味わえるようなので、食べてこようと思います。あと毎週日曜の朝はね、朝市をしているということで、多分これかな、はい、でございます。ということで早速店内巡っていきたいと思います。レッツゴー。さあどっちから行く。人が多すぎる。じゃあまずこちらから行きましょうか。知らぬい、こちらも地元の、はい、八作であったり甘夏とかねございます。いくらするの？200円、安いの。あと瀬戸かとかね、いろいろなポンカンかございます。小松菜、今が旬だそうです。まあ、こちらもね、地元の生産者が作った野菜でございます。こちらね、道の駅サービスエリアを運営する株式会社安全の三重にこだわったプライベートブランド商品ということで、分かりやすいようにねランキング形式で書いています。すごい分かりやすい。じゃあ1個ずついきましょうか。当店でしか買えないということでランキング1位、はい、駅長さんもおすすめしておりました、こちらうなぎしぐれでございます。はい、こんな感じ、亀山って書いて、うなぎのしぐれ、しぐれ煮か、うなぎのしぐれ煮、こちらが一瓶1266円でございます。はい、でずっとね受け継がれてるこのうなぎのしぐれ煮でございます。瓶とこういうタイプがね2種類あります。はい、続いて第2位、じゃじゃん、はい、こちらもオリジナル商品です。味噌焼きうどんでございます。でこれは2人前でタレ付きでございます。なのでこれですぐ作れちゃいます。フライパンで油引いて肉炒めて、キャベツ入れて炒めて、火が通ったらうどんを入れて、あとは完成っていう感じのすぐできる料理でございます。はい、こちら590円でございます。こちらが第2位で、3人前もございます。続いて第3位、伊勢うどん、2人前でタレ付きでございます。はい、こちら645円でございます。伊勢うどんはおすすめです。美味しいですよ、本当に。私大好きですので。続いて第4位、トンテキのタレ、さっきタケが食べたやつだな。はい、このタレを使用したのが、フードコーナーで食べることができます。はい、こちらもおすすめでございます。1本530円。はい、第5位、伊勢抹茶ショコラってどれだ。はい、こちらでございます。でね、中がね下に入ってる。こちら従業員の皆さんのおすすめということで、はい、1個430円で3個入り1310円でございます。はい、続いて第6位、伊勢海老ポテトチップ、こちらが第6位でございます。初めて見ましたけど、あの松坂牛ポテトチップスとかねたくさんあるんですけど、伊勢海老は初めてですね。まあどんな味するかは皆さん一度買ってみて食べてみてください。こちらも一押し商品でございます。ランキングが6位ですね。ということで、まあ、こちらがねランキングでございます。もう迷ったら1位から買えば間違いないです。はい、じゃあ続いていきましょうか。タケおすすめです。おすすめなのか、でも席限定だよ。あ、これ地元がバレるやつだね、言ったら。こちらねサンプル品がございます。結構でかい。さあ私の
地元はどこでしょうか。地流でございます。ということで私の地元ここなんですけど、なんとですね席つながってます。はい、元はね宿場町って言われて、それが日本橋のところから三条大橋っていうね京都までつながってます、はい、っていうねすごいとこです。ここは、はい、これおすすめです。かっこ撮影者がで、あ、そうこれおひな様展示中って書いてあるんですけど、インスタのお客さんからねおすすめですということで、ちょっと後で見ていきたいと思います。あの教えていただきました。こちらもね陶器のものであったり、あとはまな板であったり、あと玩具とか、これねこれ結構ねサービスエリアでも出てます。このクリームおすすめです。まあ玩具系かなここは。はい、じゃあこっち行きましょう。はい、ということでこちらは漬物とかね、あの伊勢醤油とかございます。ちょっと早めに行っちゃいましょうか。ここはこちら伊賀越漬けでございます。おすすめでございます。せっかく三重県来たらこれを買ってほしいですね。あ、これが羊羹漬けってやつか。さっき出てきたこれもおすすめ。ちょっとめくれてる、ちゃんと戻しときましょうっていうコーナーで、あとはねご飯のお供とかね、これ豊明のあのスガキ屋ですね。スガキ屋、あとはこれかな、俺は気になるのは伊勢海老ラーメン。これは美味しいでしょ絶対。あとこんなあるシーフードカレー伊勢海老味、はい、これも多分ここでしか買えんやつとか、あとは松坂牛関連のコーナーでございます。でね、すごい高級な箱に入ったチップスです。こんなポテトチップスない、初めて。864円、これもぜひ皆さん買ってみてください。お肉だと思ったらタオルでした。すごい、これ面白いですよこれ。約50円、麺 100% でございます。こっちが1100円でこっちが2200円です。で、サンプルがこちらです。食べれませんのでご注意ください。続いてこちら行きましょう。こっちはね栗きんとんロール、私これ食べたことございます。これも美味しいです。結構売れてましたこれは。で、あとはここでしか買えないやつですね、伊勢茶のショコラとかね、あとはそうですね飴とか、あと金つばとかね、これも全部伊勢ですね。伊勢関連の商品でございます。伊勢餅、あとはエビのめでたしっていうね、どんな味するかちょっと気になりますけど、はい、サンプルもこんな感じで、結構多分エビの味が濃いのかなっていう感じです、見た感じは。はい、で続いて、はい、行きましょう。俺の大好きな伊勢うどん、また先ほどねあのランキングに入ってたのはこちらです。2食入りで645円でございます。おすすめはこちらでございます。で、これもね伊勢うどんということで、一緒かな値段、何が違うのこれ、あんま分かんないけど、青さが入ってる、あ、入ってますね。ということでこちら2種類ございます。おすすめこちらです。どんどんいきましょう。桑名名物ハマグリでかい、で、あとははい、どんどんいきますよ、どんどんいきますよ。まあこれはお酒のつまみにはもう最高ですけど、牡蠣しぐれ煮とかつぼちゃんとかホタテ、ハマグリ、アワビ、結構種類ございますということで、ここはしぐれ煮コーナーでございます。はい、続いてこちらお茶コーナーでございます。亀山で取れてね、亀山茶、
チナとかね、他にもねほうじ茶であったり種類がたくさんありすぎてちょっと悩んじゃうぐらいですけど、お、これはこちら限定じゃないですかな、多分東海道五十三次で、亀山ブランドっていうのが多分これかな、これが当店人気ナンバーワンということでございます。750円100g、大量に買いたいでしょ、これがいいっす。860円、もうめちゃでかい、なんか最初お米かと思ったけどっていう感じで、はい、こちらが、お茶コーナーでございます。はい、続いていきましょう。はい、関宿名物でございます白玉、はい、こちらこしあんかな、こしあん入りです。2個入りから6個入り10個入りとございます。はい、こちら名物ですのでね、内閣総理大臣賞受賞ということで前田屋製菓さんでございます。で他にもねノーマルタイプと伊勢茶をまぶしたこしあんの方、あとこれは黒糖とかね組み合わせの箱であったりたくさん売っております。はい、こちらもおすすめの商品でございますのでぜひお買い求めください。無料サービスでケースにお入れすることができますということでございます。はい、じゃあスタッフおすすめのお土産でございます。これランキング入ってたやつです。伊勢抹茶ショコラですね。他にもたくさんございまして、伊勢のデザートサンドクッキーサンプルがあるんですけど、なんか入ってるんですね、いろいろいちごとかオレンジピール、見えない、はい、あとはね伊勢茶のラングドシャであったりと、裏は黒糖わらび餅、干し芋、黄金芋、いちじくのクラッセで干しぶどう販売してました。こちらもねスタッフの皆さんおすすめのお土産でございますのでぜひお買い求めください。草餅とかあるんですけど、さっきねここにたぬきだわにぎりがあったんですけど消えました。あったらすぐ買うことをおすすめします。とても私後悔しております。今あんな一瞬で売れると思わなかったんで、あったら絶対買ってくださいね。これじゃないですかね。はい、ということでおひな様展示中なんでちょっと行ってきます。よっしゃ、貸し切りや。ちょっとこれ見てよ、これ写してよ、これを写してよ。ほら、関宿でひな人形展示してたもんで途中でおすすめですと教えていただいてるんですよ。来ましたよ、本当に。それがこちらです。なんかあんま社会人になってそんな見なくなったけど、すごいっすね。ということでね、書いてます、東海道のおひな様神山宿関宿ということで、関宿来たらぜひ見てください。じゃあね、これから食べていきたいわけなんですが、タケがねこのトンテキ定食っていうのを1180円、ナンバー3らしいです人気は。で味噌焼きうどん定食で、私がこれから食べるのは亀山ラーメン、セットではないですけど亀山ラーメンを食べていきたいと思います。はい、で券売機はこんな感じ。亀山茶ソフトっていうのもおすすめ商品なのでぜひ皆さん来たら食べてください。日替わりランチっていうのはないんか、ということでソフトクリームも出ます。面白いです、定食とソフトクリームミックス、亀山茶ミックスソフトでございます。じゃあ逆行していますが亀山ラーメンいただきます。
味噌もね、その色以上にそこまで濃くはないんですけど、食べやすい感じで、あと麺もね、もちもちして野菜や温玉など入って、温玉崩すとまたさらに美味しくなるといった感じですね。うん、これは美味しい。で、一番人気はセットメニューでございますので、ぜひこちらを買い求めください。以上です。ということで、先ほど駅長さんにたぬき俵握りがおすすめと言われたんですけど、5分ぐらいで完売ということで、もう札すらなくなってしまったんで、どういったものかだけご紹介します。これフードコーナーだと食べれるんですけど、これです。これが何個、3個ぐらい入ったね、うん、パックに3個ぐらい入ったやつが本来は売られてますけど、めちゃくちゃ人気なのか一瞬にして消えました。もうなくなりました。ということで、このフードコーナーで食べれます。来たらぜひ食べてください。それだけ人気の商品です。スタンプ押していきましょう。もう制覇にはほど遠いですけど、こちらございます。関宿です。これね、はい、押しましょうか。じゃあ、はい、スタンプの蓋は、開けたら必ず閉めてくださいと。これをね、向きを間違えたら大変なことですからね。行くぞ。いや、まあ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 、あ、ちゃんと53次って書いてある。よいしょよいしょ。ちょっとこう、はい、とても見にくくなっちゃったということで制覇しました。ういっす。はい、ということで有名人のサインがずらりと並んでいます。はい、はい、ということで今店内巡っていきました。駅長さん、撮影のご協力ありがとうございます。ということで、見てきたわけなんですけどね、気になってたね、たぬき俵握り、あれがね、一瞬にして売り切れてしまったんで、次ね、もし来た際はあれを買おうと思いますが、皆さんもし見かけたらすぐ買うことをおすすめします。亀山ラーメン、私は食べたんですけど、あれはとてもね、美味しかったんで、こちらもおすすめでございます。ということでね、美味しいグルメや商品などたくさん扱ってますので、ぜひこちら皆さんお越しください。はい、よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。 See you。